はい、こんにちは、介護福祉士のカズです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先日コメントをいただいて、今回の方はね、文面が非常に優しかったので良かったんですけど、消したら分かりますよみたいなコメントをいただきまして、なかなかね、切り盛りは大変なんだよって、管理者の方なのか、社長なのか、分かんないんですけど、管理者の方かなとは思うんですけどね、僕自身どう考えたのかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。はちょっとね、それに付随して、管理者とかさ、あとは経営者の方が、現場に入るっていうのはね、どうなのかなって、それはね、悪い意味じゃなくて、いい意味でも悪い意味でも、どっちがいいのかなっていう話をね、していきたいなと思ってます。結論から言うとね、僕自身は現場に入ってくる管理者とかね、は、人によるかなっていう感じです。ちょっと具体的にね、お話をしていこうかなと思いますけど、その前にね、ちょっと近況だけお話ししておこうかなと思います。じゃあまずね、4月15日に誕生日迎えて39になったんですよ39ね、別にさ、年はいいんだけどこれからね、頑張っていかないといけないなっていうさ。で、それでいろんな方にお祝いのコメントをいただいたりとか、あとね、プレゼントいただいたりしてありがとうございました。Twitter とかね、SNS の方でお祝いのメッセージをたくさんいただきましてありがとうございました。でね、ちょっと一個こう、プレゼントそれいただいたんですけど、LINE のプレゼントとかもね、いただいたりしてて、ちょっとね、開けてみようかなと思います。車の中でね、すごく、申し訳ないんですけど、すごっ、何これ、テンポドロップ、めちゃくちゃおしゃれだこれ。なんだろう、 100% ここはいいのか。なんだこれ、ちょっと早く開けたい、早く開けたいけど車が止まらない。いいことだけど止まらないのちょっと待ってよ、本当に車が止まらないいつもね、すごく混んでるんだけど、今日すごく空いてんな。いいことですけどね、ありがたいことなんだけどあとはね、今週確定申告があったので、今週っていうか4月15日まで、私の誕生日までがね、確定申告の期限だったのですが、もうなかなか本当進まなくて、手伝ってもらったりとかして、いたんですけどもうね、前日当日になって電子申告をしようと思ったんですけども、なかなかできなくてね、システム的なところなのかっていうか、パソコンのスペックがちょっと古いっていうのもあって、なかなか進まなかったんですけど、なんとかギリギリできたなって、よかったな、もう一つね、肩の荷が下りたなって感じでいや本当にこれからね、ちゃんとやろう。でもそのシステム的なもんが古いとか OS が古かったってだけで、結構ね、簡単にできましたよ。今ね、会計ソフト使ってるんですけど、弥生会計っていうのをね、使ってて、すごくね、使いやすいしね、分かりやすいから、皆さんね、もし独立するときはね、ぜひ使って、会計フリーとかもね、すごい使いやすいと思うんですけど、僕は弥生会計使ってます。はい、ちょっと開けますね。これなんだ、本当に。すごいな。説明書見てもまだ分からないな。なんだろう。結晶。すごいすごい。これで結晶。かっこいい。見えないか。何これ、すごいな。ちょっと開け方が雑ですいません。ちょっとできるだけ綺麗に開けたい。今多分ね、これマイクが当たってるからガサガサ言ってそうだな。ごめんなさいね。なんか水の音する。水っていうか液体の音がする。あ、すげえ。うわ、すごい。これ。これが結晶になっていくってことかな。めちゃくちゃおしゃれだ、これ。すごい。これあれだな。ちょっと撮影、最近さ、もう本当に車の中ばっかりだから、撮影場所がね、いつも撮影、スタジオってほど、かっこいいもんじゃないんだけど、
部屋でいろいろ飾って撮ってたんですけど、まあ、そっちに飾ろうかな。あ、でこれが多分スタンドかな。はい、これちょっとね見えないかな。スタンド、木のスタンド、これもすごいな本当に。ちゃんと、まあ、木だからね、重いの当たり前だけどかっこいいな。おしゃれだね本当に。おしゃれ、これすごいな。これくださった方すごい、あのね、センスいいの本当に。何でもなんかセンスが良くてね、こんな素晴らしい的なものをいただけるなんてありがとうございます。これは、まあ、今車の中なんでスタンド立ててとかできないんですけど、またねスタンドに立ててちょっと飾っておきたいなと思います。はい、すごい。結晶ができるってことなのかな。天候予測器として使用されてたんだって。すごいですねこれ。気圧とか気温、大気中の電位変化に影響を受けて天候を予知する結晶化現象について謎が実は多いっていうね。だから、まあ、予測器としての実用は難しいけど、季節によって景色が変わるように日々変化するっていう。すごいなこれ、ちょっと本当に楽しみだ。ありがとうございます。ちょっとね、あの、いやめっちゃかっこいいこれ、嬉しい。めっちゃかっこいい、すごいねこういうセンスだよな、やっぱりすごいな。というわけで、あ、なんかあれ本当すごい、ありがとうございます。というわけでですね、こんな感じで、まあ、プレゼントいただいたりとか、していました。でね、あ、そうそう、途中で確定申告の話してたけど、で確定申告に関して言うと、まあ、確定申告の話はね、まあ、か、まあ、会計ソフトね、弥生会計使ってますよみたいなところですけど、まあ、本当に使いやすいよっていうだけの話で、やっと終わったっていうねまあ意外とね、そのちゃんと準備さえできてればそんな難しくないんで、まあ、自分でね確定申告やるっていう方がですね、お金の知識も身につくし、まあ、僕はねおすすめします。ちょっと面倒かなとは思うけど、これからね独立っていうのもしてほしいって考えてるから、なるべく自分でね年末調整とかに頼らないで自分で確定申告するっていうのがねいいのかなと思います。はい、またあの前置きというか近況はまた別でねお話ししようかと思います。さあ今回はですね、やっと本題に入りますけど、あの、まあ、経営したら分かりますよっていうコメントをいただいて、で、まあ、僕はどう思ったかっていうと、まあ、実際ね自分自身で経営してみて分かったって言ったけど、まあ、介護保険に頼っているか頼っていないかっていう部分もあるからね、違うもんではあるかなとは思うんですけど、でもさ社長ってっていうか、まあ、経営者としてさ、切り盛りするの大変なんだけど、それって、まあ、事業一本だけで考えていたらきっと大変だろうなっていうふうにやっぱ思うんですよ。まあ、僕の場合は状況として違うし、そもそもねまだまだお客さんがたくさんいらっしゃらないっていう部分もあるから、どっか別の事業であの収益を上げなきゃなっていうふうに思ってるっていうのはあるんですけど、でもさ、つまりそれってさ、その事業一本だけで頼っちゃったら、やっぱりさ、ずっと頭打ちで来て苦しんでるんだったら、別の収益が見込める事業を並行してやるとかすればいいんじゃないかなってね思うんですよ。そんなさ簡単な話じゃないよって思うかもしれないけど、少なからずさそういう行動をしたのかなって思ってね、そうやってさいろんなこと言ってくださる人、まあ、いるけど、ただスタッフを苦しめたりとかさ、切り盛り大変なんだよって言ってもらうのはいいんだけど、でも結局苦しんでるのはさ経営者だけじゃなくてもちろんスタッフであり利用者さんであるわけじゃないですか。で、まあ、経営はその利益を出してなんぼってもちろんそうなんだけど、だから会社全体で見た時に利益を出してなんぼって言って利益にすごい困るんだったらもうやめればいいじゃない、その事業をね。でもやめられないわけでしょ、まあ、社会への貢献もあるし、だったら他の事業で収益を得て並行してやっていく、赤字を補填してあげるとかすればいいんじゃないのかなってね、簡単に言ってるけど、でもそういうことじゃないかなって、僕はそれでそうやってやっていこうって思ってるし、まあ、規模がね僕の場合はまだ小さいからできるっていう話かもしれないけど、介護事業の方がねなんかお客さんあんまりいないから別の事業で収益を上げて会社をね運営しているっていうところだから。でもさ社長のその方がね、その例えば社長経営者であるんだったら、たきっとそこまで考えるんじゃないかなって思うんだけど、そこまで手が出せないってことは、まあ、管理者っていうさ施設長とか、まあ、そのあたりの人なのかなと思いますけどね。
だって自分が社長とか経営者だったらさ、事業展開しなきゃって考えるでしょ、きっと。ここ全然儲かんないやだったらね、それ続けてたら苦しいだけだしさ、みんな苦しいだけなんだからさ、それをやめるのか、それを続けるために別事業立ち上げるのかってね、考えると思うんだけど、考えると思うけど、自然にそうなると思う。だって続けらんないもん、お金減っちゃってってさ、赤字が増えたりとかしたらさ、だから経営者の方じゃないのかなって思っちゃったけどね。まあそれはいいとして、でねっていう風にね思いましたっていうところでね、そこで思い出した話があってさ、施設に経営者の方が現場に来るってあんまないけど、ツイッター見てる時にさ、あの社長が現場に入っているって方もいた。まあ僕プレイングマネージャーだから僕は現場入るけど、まあ一人会社だしね。ツイッターでね、現場に入る社長さんのツイートがあってさ、で周りの社長には、社長なんだから現場なんか入んなよみたいに言われたけど、自分は好きで介護のね現場に入ってるからみたいなさ、いいんだみたいなさ、そういう、まあ、ツイートがあって、ああなるほどなっていう、まあ、現場に出なくていいっていう周りの社長の声も、まあ、もちろんわかるし、でも現場が好きでさ自分が入るっていうんだから別にほっといてほしいよねっていうさ、その気持ちもわかるまあほっといてほしいって言ってるかわかんないけど、でもね、なんかその気持ちもわかるな。むしろそっち寄りだしね、現場の方が楽しいしねまあだから大変だと思うんですけどね。で、まあそんなツイートを見てて思い出したのが、現場にさちょくちょく顔出す経営者、管理者、施設長みたいなさ、法務長みたいな人たちで、まあ介護の現場から上がってきた法務長とかさ、管理者の人たちってさ結構細かいところ指摘してって、こここうしてくださいああしてくださいとか、これやっちゃダメ、こんなことなんでこんなことするのとかさ、っていう風に言ってくるんじゃない大体。でそのくせ自分は介護の現場のことなんか知らないとかさ、逆に介護の現場のこと知りすぎてるから超細かくうるさいとか、なんでこれやらないのみたいな、この時これできるよねみたいなうん、なんかね、もうね完全にパワハラっていうやつですよとか思いながらね。そうそう、だからね、現場どっちもさ、現場のことを知っててもちょっとめんどくさいし、知らない人に言われててもすげえ嫌だし、知らないでしょって思うこともある、知らないのに何言ってんのとかさ思うこともある。もうこれはね本当にどっちもどっちだなっていうさ、管理者がいるわけですよ。てかね、そっちの方が多いと思う、もう本当に。だからまあね、できればね管理者現場に入ってきてほしくないなとか思っちゃうんだけど、その中でもすごい僕いいなって思ってたのが、管理者の方でもう本当人が足りなくて、で本部とかに人がいないからもう入れてくださいって言ってもなかなか入んないから、もう自分で夜勤やるわって言って入ってた施設長、この人はすごいなと思った。その当時でね50何歳とかだったと思うけど、それでも自らね夜勤やってくれたりしててすごいなと思って。でもねやっぱり辞めちゃったけどね、本当にね、なんか、まあ、現場のこと、利用者さんのこともそうだし、スタッフのこともちゃんと見てくれて、中立な立場で現場を見てくれた方だったんだよね。すごい方だったな。でもね、上からはやっぱりよくは思われないみたいで、すごく追いやられちゃってたなって思ってね。あとね、去年知り合った施設長さんはね、すごい、まあ本当にね、現場重視、スタッフ目線でね、すごくよくしてくれる方で、無理はしなくていいよって、本当に最低限ね、利用者さんに、まあ、靴を与えないとかさ、もう最低限守ってほしいことだけやってほしいなっていう感じです。本当に人がいないからそこまで今求められないのは分かってるよって言って、だ最低限不快にならないとか、派遣で入ってるところだけど、そうやってスタッフのことを思ってくれてるから、今はスタッフが足りないけど人が熱くなってきた時に、じゃあその上を目指してやってほしいって言われた時に頑張りますってやっぱ言えるじゃないね。なんかさ、足りないところからこうしろって言われてもさ、できないもんはできないし、ただ負荷がかかるだけだったりとかさするから、今この現状でできることをしっかりやってもらえればいいって、それ以上は今のところはいいよって言ってくれる方がいいんじゃないかなって、まあ、そういうスタッフのことも利用者のことも考えてくれる経営者で管理者もいる。だから、まあ、経営者とか管理者の人が現場に来るの嫌だなって思うこともまああるじゃない、あるけど、でもやっぱその人によるなって
どっちの目線も持ってられる人が来てくれればいいけど、超キラキラで利用者さんのことだけ見てるとか、人でいないんだよっていうさ、スタッフ苦しんでんだよ、だけど理想だけ高いみたいなのが来たらむちゃくちゃ嫌じゃない。で、現場のことも何も知らないのに、お客様の、そう、そういうことだからね、現場のこと何も知らないのさ、ってさ、お客様のためだから。自分はね、どっちの管理者、経営者になるのか、なっていくのか、人をね、まあ、雇うっていう中でさ、これからね、今は、人を雇ったりしてないけど、スポットでね、ここお願いします、この日この時間お願いしますって言って、他の人にお仕事を振るってことはするけどね、まあ、訪問系だからね。だからやっぱり現場も好きだし、今経営っていうのもね、面白いなと思ってるし、どっちの目線も持っていたいし、どっちにも優しくいたいなって、どっちもっていうのは利用者さんにもスタッフにも優しい目線でいてあげたいなって、僕はそう思います、そうでありたいし、こうやってね、残してるからこそ、これをね見て何年後かにね、僕の会社でね、雇われてくれる方がこれを見た時に、あんた言ってること違うよってね、言ってもらえたらいいなって思う。そう、あの時の何だったのみたいな風に言ってもらえると嬉しいなと思います。そうそう。で、まあ、それ現場入ってくるのとか、もうどうしようもないから。はい。うっせえなっていうさ、嫌だなって思う人の下では働かない。これもが一番いいと思います。僕はね、そうやってね、施設を変えたりもしてきたから。相談もしたしね、ちゃんとね、だからね、一人でこうずっと悩み続けないでね、見てほしいなと思います、毎回毎回言ってますけどね、それがベテランの介護士さんであろうが、新人の介護士さんであろうが、その現場で上の人にのやり方がすごい嫌だなって思って我慢するのはやっぱり違うから、修行の期間と思ってる方は修行として耐えてほしいけど、そうじゃない方はね、心が本当にね、傷つくだけだから、別のところをね、考えてみてください。はい。というわけで、誕生日の、プレゼントいただいたり、コメントいただいたりしまして、本当に、メッセージいただいてありがとうございました。また来年も誕生日来ます。多分来るよね。来ると思うんで。まあ、またメッセージとかいただけたら嬉しいなと思います。はい。来週も皆さん素敵な1週間をお過ごしください。ご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。